こんにちは、失恋日記でございます。約1ヶ月前に彼女に振られまして、絶賛昇進中ではございますけれども、今日はね、なんで僕が彼女に振られたのかっていうところをちょっとね、考察していきたいと思います。前回の動画で振られた報告をした時に、転職とかそういうタイミング的なところが大きかったっていう風に結論付けたんですけど、そういったいわばその外的要因的なもののせいにして、自分の行動とかの内的要因っていうところに目を向けなかったら、もう一生成長しないと思うんですよね。なので今後のためにしっかりとセルフ反省会をしていくっていう意識高い系ビジネスパーソンやっていこうかなって思います。いろいろと元カノとの半年間を振り返っていて、5つほど振られた原因として思い当たることがあったんで、今日はそれを紹介していきたいと思います。まず1つ目なんですけど、ドライブデート中に昼寝してた。これどういうことかって言いますと、元カノとは結構車で遠出をすることが多かったんですね。で、主に美味しい食べ物を食べに行くっていうことが多かったんですけど、やっぱさ、食べた後って眠くなるじゃん。で、運転中ちょっとこう、うとうとしちゃったりして、ごめん、ちょっと一旦昼寝させてみたいな感じで、コンビニとかサービスエリアとかに車を止めて、シート倒して30分くらい寝るっていうことをやってたんですよ。で、まあそういうことが時々っていうならまあいいと思うんですけど、結構毎回やっちゃってたんですよね。で、ひどい時にはもう1時間ぐらい寝ちゃうこととかもあって、ドライブデート中に1時間昼寝するってもありえないじゃないですか。だからまあこれが振られる原因になったのかなっていうふうに思います。でもね、これ言い訳させてもらうと、俺別に彼女といる時に眠くなるんじゃなくって、常に眠いんすよ。はい。仕事中とかもそうだし、日中眠くなるっていう性質を持ってて、これね結構俺も悩んでるんですよね、今。だから睡眠の質が悪いのかなとか、枕変えたりとかしてるんですけど、なかなか改善されないっていうね。二つ目が、おっぱいを揉みすぎた。揉みすぎたね。今思っても、ちょっと揉みすぎてるなっていうふうに思いますね。これは本当に言葉通りで、断ることに揉んでたんですよね。彼女のおっぱいを。はい。シンプルに揉みたいっていうのもあったんですけど、彼女に、肝がられたいっていうのも一つはあったんですよ。で、これ、女の子はわからないと思うんですけど、男の子なら分かってくれると思うんですよ。肝がられたいっていう心理ないですか？何やってんのとか、コラーとか、そういうの言ってもらいたいっていうのもあって、仲間ボケみたいな感じで、おっぱい結構ね、揉ませていただいてたんですよ。あとは揉むだけじゃなくて、こんな風にやってこう、顔を詰めたりとか、ブーンとかやったりとか、そんなことをしてたんですけど、だから冗談じゃないキモさというか、そこの領域まで行っちゃったのかなっていう、ちょっとキモさが本当のキモさ、本当のキモさに到達しちゃったっていうのはあるかもしれないですね。ガチでキモいみたいな、ちょっとネタにできないキモさまで、言っちゃってたっていうのはちょっと反省ですね。次に3つ目、ゲームばっかりしてた。これ結構男とかありがちなんじゃないですかね。僕も例に漏れずなんですけど、慣れてくるとおうちデートとかお泊まりデートとか増えてくるじゃないですか。でも正直さ、映画見たりとか食べ物食べる以外におうちデートとかってすることないじゃん。なんでスイッチのスプラトゥーン3をよくやってたんですよね。やってるって言ってももちろん彼女とおしゃべりしながらですよ。完全に無視とかそういうことではないですよ。じゃあ何が問題なのかっていうと、一番僕が問題だったなって思うのが、彼女の家でお泊まりするときとかに、わざわざ自分の家からスイッチを僕持って行ってたんですよ。で、彼女の家でスプラトゥーンするっていう。これはね、ちょっと問題だったんじゃないかなって自分でも今考えても思うんですよね。あなたといたら暇ですよって言ってるようなもんじゃないですか。暇だから持って行きますよみたいな。で、これちょっとね、彼女にチクッと、またゲームばっかしてっていう風に言われたことはあったんですけど、今思えばちょっとしたサインだったのかなっていう風にも思いますよね、それって。でも実際さ、お泊りデートとかおうちデートとかって結構暇じゃないですか。みんなが何をやってるのかマジで知りたい。ちょっとこれはコメント欄とかで教えてくれたら嬉しいですね。おうちデートのネタが欲しい。今後のために。で、次が4つ目なんですけども、彼女のポケモンの楽しみ方を否定した。これどういうことかっていうと、僕と彼女、一時期一緒にポケモンのゲームをやってたんですね。で、僕はポケモンのオンライン対戦が好きなんですよ。いわゆるレート戦って言われるやつなんですけど。で、彼女はただ単純にストーリーとかそういうのを楽しむタイプの人間。それで、あんまりポケモンやったことない人とかわかんないと思うんですけど、対戦で強いポケモンを育てるには、ちょっと特殊な育て方をしないといけないんですよ。で、彼女はもちろんただストーリーを純粋に楽しんでるだけの人なんで、そんなことは知らずにね、見て、みたいな。このポケモンついにレベル100になったよみたいな感じで、こう嬉しそうに僕に報告してくるわけですね。で、僕はそのポケモンを見た時に、これそれで努力値はどんな感じで振ったのとか、性格はとか、特性はなんだよ、儲かじゃんみたいな、儲かラウドボーンじゃん、この体勢で使えないから意味ないよ育てたって、みたいなことを言っちゃってたんですよ。今思えば、そんなことを言わなくていいじゃんっていう。彼女がね、嬉しそうにこう、レベル100になったよっていう風に報告してきてくれてるんだからさ、あ、よかったねで別にいいじゃん。すごいねで別にいいじゃん。頑張ったねで別にいいじゃんっていう。
なんでそんななんか対戦勢の基準に合わせてさ、ストーリーを純粋に楽しんでる人のそこを称賛できないかなっていう。でも俺そういうところあるんですよね。なんか自分の価値観を押し付けちゃうみたいな。ポケモンに限らずですけど。なんでそれは本当に気をつけなきゃいけないなというふうには思ってます。最後、5つ目。彼女にダイエットハラスメントをした。これもね、結構価値観系なんですけど、僕と付き合い始めてから彼女がまあちょっと太ったんですね。彼女がそのことをすごく気にしてたんで、じゃあダイエットすればいいじゃんって言ったんですけど、いやまあそういうことじゃないっていうふうに思ったんですよね、今思えば。彼氏としての正しい立ち回りって、じゃあダイエットしろよじゃなくって、いやいやでもそんな君も素敵だよみたいな。まあ実際そんな君も素敵だったし、だから僕はそう言えばよかったなって思うんですけど、ダイエットすればいいじゃんって言ったんですよ。しかも僕はジム通ってるし、若干健康オタクみたいなところもあるんで、彼女の食生活とかに口出ししてたりしてたんですね。例えばですけど、彼女がダイエット宣言をしたにもかかわらず、ほぼ毎日甘いカフェオレを飲んでたんですよね。で、俺が、まあ、痩せたいなら、まずそれをやめるとこから始めよっか、みたいな。カフェオレを飲むんじゃなくて、そのカフェオレをプロテインに置き換えてみたらどう？みたいな。まあ、余計なお世話だよね。今考えたら。これも価値観の押し付けだから、まあ、彼女がね、甘いカフェオレ飲みたいなら、甘いカフェオレ飲ませとけばいいじゃないですか、別に。そんな言わなくても。でもね、これ前の動画でも俺言ったんですけど、俺本当に女性のなんちゃってダイエットとか、間違ったダイエットとか、気になっちゃうタイプなんですよね。このあたりとかは本当に気をつけなきゃって思いますね、もう。嫌われるから、普通に。男女とかじゃないから、人間としてキモいから。うん。本当に意識的に、もう油断すると出てきちゃうんで、そういう価値観の押し付け、モラハラ、ツダが。モラハラマンが出てきちゃうんで、意識してモラハラマンをね、封じ込めようと思いますけれども。ということで以上が俺が分析した俺が振られた理由5選でございました。いやでも今回自分の行動を客観的に分析して、自分がどんだけ足りてない人間かっていうのが分かったんで良かったですよね。これを見ている視聴者で、まあ、振られちゃったとか、なかなか恋人できないっていう人も自分の行動を振り返ってみると、意外と自分キモいなっていうことが分かるかもしれないんで、おすすめです。いや僕もね、タイミングのせいとかにしてたんですけど、これ俺のせいだね。振られたの完全に俺のせいっていうことが分かりましたね。俺の行動が原因だわ、本当に。なんでいろいろと反省して、また次に繋げていきたいと思います。あと実は3日前からまたマッチングアプリも始めてるんですけど、なんかマッチングアプリのレベル高くなってる気がするんですよ。っていうのも、前までと全く同じプロフィール今使ってるんですよね。写真とか紹介文とか。でも全然マッチしない。昔はね、もっとマッチしてた気がするんですけど、男のレベル上がってんのかなっていうふうにちょっと思いました。まあ、その辺もね、また動画にしてやっていこうと思うんで、皆さんよろしくお願いします。はい、ということで今日の動画は以上になります。ありがとうございました。はい、財形付けでございます。マッチングアプリを再開して、早1週間。ついに、一人の女の子と、デートにこぎつけることができましたあ、嬉しいですね。はい。楽しみやね、本当に。いや、これよ！やっぱマッチングアプリのこの楽しさ。この誰が来るかわからない、どんな女の子と会うかわかんないっていうこのガチャガチャ感、ギャンブル感、ハマっちゃうね。まあ、僕のお父さんね、ギャンブル依存症だったんで、まあ、こういうね、なんか刺激的なものにまあ弱い遺伝子つついでるんで、まあ、僕マッチングアプリ依存症っていうことでね、やっていきたいと思うんですけれども、はい、ちょっと何言ってるかわかんないんですけれども、まあ、とにかくね、まあ今回、まあ、看護師の人と、会う予定なんですけれども、またそのレポをね、次の動画でやろうと思いますんで、よろしくしーす。